位じゃダメなんでしょうかということで、2009年の蓮舫さんのメールそうよね俺は最近のトピックスあったかなと今考えて、いやないでも蓮舫は浮かぶまさかなと思ったんですけども。2009年ですね、懐かしいですね14年前。はい、じゃあ今週も愛媛大学からお送りするんですけど、今回はキャンパス最強決定戦で5番勝負というのを行いたいと思います。まあ普段高校でやってるナンバーワン決定戦を5番勝負にして、一人綱引き、腕相撲、手押し相撲、万歩計ダッシュで二人三脚、ほう、この5種目でナンバーワンを決める、ね、コストのかからない5種目で、ね、まあ確かにな、綱ぐらいでしょ、お金かかんないで、はい、一応ちょっとルール決めまして、綱引きと万歩計ダッシュは、女性、で腕相撲と手押し相撲は男子、二人三脚は、お二人にも参加していただいて、パートナーを女子生徒、そうなんや、何がいやそんなもんお前こんな誘い水やで、こんなもんラッキーみたいなやつお前は。え、なんで二人三脚は女子生徒まあしゃないな仕事ですからね。今回はこの5種目に合わせた人材を捜索、 それぞれスカウトへ向かいます。あ、なんか部活っぽい子おるやん。おい来て、ちょっと、あ、女子やんか。あ、いいよ、女子集まってきた。おい、ちょっと来てくれよ、おいなんで女子って追いかけたら逃げんねやろ。何今休憩中、あれ部活やってんの、なんか何の部活。陸上部です。陸上部か、な、陸上部で何やってんの。やり投げしてます。お、これはいいんじゃない。どんなもんなん、戦績は。戦績は一応、国体にはマジで、はい、入れました。ちょっとちょっと一回見せてくれへん、投げ方だけ、ポーズ、本気な、本気のやつね。国体出場選手のエアやり投げを見せてもらうことに、はい、エアやり投げね、今から見れますんで、はい、うわ、すごっ。おい、いや超えたで、大丈夫一人綱引きでしょ、やっぱり一人綱引き。ちょっとじゃあ一回、あの、何ちゃん、何さん、柴垣、柴垣さんのちょっと実力だけ見させてくれへんかな、はい、いくで、レディーゴー。おいおい、あっ、合格、合格、強っ、さすがやな、もう初手でミシって言ったから。さらに柴垣さんと一緒にいたサッカー部の真野くんも手押し相撲要員としてスカウト。あれ？ちゃうか。ちゃうか。そうやんな。そうやんな。な、な、あれ、え、モルクの時だっけ？はい。そうやんな。以前番組のモルックチームを作る際、キャプテンに任命された本川くんを偶然発見。ここから今日なんかあんの？ちょっと研究室寄って、うん、すぐ帰ろうかな。もう決定で、もう来てくれ。いや、もう本が決定です。あ、すいません。いいですか？ちょっと後でじゃあ頼むわ。いや、すいません。強さは関係なく、運命の出会いで手押し相撲要員として本川くんを即決定。腕相撲と、だから万歩計か。ダンス部とかないんかな？あ、じゃあ、おー、なんかいいね、ガタイ。何くん？西川です。西川くん、ちょっと立って。あ、そん、あ、あ、絶妙やな。いや、もう今はスポーツも何もしてなくて。あ、まあ、え、昔は何かやってた。ハンドボールやってた。お、ハンドボールやってた。じゃあ腕、あれじゃん、腕っぷしには自信あるなんか、お、なんかお前実力もあんまりない。なんかお前掘りたくなるキャラしてるななんだお前は。え、彼はなんかずっと喋ってたいねなんだろうな、なんか将来の夢とかあんのか。公務員になるか、なんか教員になるか、どっちかなんですよ。あー、なんかぽいね、なんかちょっと一回俺とやってくれへんか。あ、はい、うん、もう本気で来てな。いや、無理だ、うん、何が無理だ本気で来てや、本気で来んのはいけるやろ。レディーゴーそんなもんか、お前、おい西川そんなもんなんか、確かになんか、あ、俺よりちょっと強いだけどうしよう
いやでもなんか俺のこのコブに対してちょっと強くさ増したのよね。俺がお前の潜在能力を引き出すお前はもっと力があるやつや。いけるか？わかりますこいつはね多分孫悟飯タイプやと思う。キャンパス内最強決定戦、愛媛大学内をスカウト中。ごついな君、力ありそうやね。なんかやってんのスポーツは？アメフトやってます。アメフト腕相撲強い。腕の太さは1番です。1番、はい、オッケー。じゃあ森君ちょっと後でいいかな。はい、ありがとうありがとう。おなんかすごいもう仕込みかのように来たからな。これでブクロさん残すスカウトは女子3名のみ。身長も同じぐらいを選んだ方がいいですもんね。あんまり二人三脚。うん、目立つなぁ。え、いや、ちょっとこれ引っ張って。あら、強くはない？こうやって引っ張り合いするの。はい、力自信ない？そうか、ごめんごめん。じゃあちょっと他探すわ。はい、うん、ごめんな。うん、ありがとうありがとう。はい、引き続き食堂内をスカウトするブクロさん。もう食べ終わりました。ここから部活ですか？あ、終わりました。あ、もう終わった。え、陸上部？陸上部。ちょっとな、もううってつけの企画があるんですけど。え、陸上もいろいろ競技あるやんか、はい、何の競技やってるの？みんな高跳びよ。高跳び。私はマネージャー。あ、マネージャーさんなんや。うん、彼女は幅跳びか。どうなん、あのこん中やったら誰が一番速い？バーッてダッシュしてたら。あら、なすりつけ合いしてるけど2票入ってるで。ちょっとだけこうここでダッシュしてくれ。このちょっとだけ見せてくれる？ごめんな、食後にキツいやろけど。走り幅跳び選手の渡辺さん、その場でダッシュを見せてもらいます。そうそうそう、どれ。やっぱやってる感じはしますね。ちょっと万歩計つけて走ってくれ、思いっきり。さっきの夜も何倍も本気で。いいですか、はい、渡辺さんお願いします。じゃあ頑張れ。ありがとう。これでブクロさん残すスカウトは女子2名。二人三脚と万歩計か。だから女子ですね。女子を見つけないとダメだ。女子を。あ、女子おるやん。あら、女子おるやん。やるか、二人三脚な。行こうか。な、二人三脚。どうしたどうした。いや、まあまあ、もうさっき声かけてんねん。さっき声かけてんねん。どうなった。もうやろうか。ガチで熱い。え、何、飲みでも行く。そういう目的じゃないの。何、いや、さっきまあスカウトしたんやけど、あんまり運動はしてきてないって言ったから、一回リリースはしたんやけど。運動してきてなさそうなピアスやな。軽音やからな。え、お前何見つかってないの、あと。あとは、この二人三脚とこの綱引き。ああ、俺は二人三脚と万歩計ダッシュ。なんかダンスとかやってたりせえへんの？ダンスやってる。ダンスのやばい。ほら、ちょっと待って。いいやん。二人三脚しようや。二人三脚高校の時です。ダンス部で万歩計をね、あの動かしてほしいね。何ダンス？ちょっとバレエ系になっちゃう。バレエ系か。まあ、そうちゃうな。あなたは何かやってなかった？いや、運動何もしてないの、うん、でもさ、なんかこう地団打踏んだりしたことあるやろ。そんな悔しい思い人生で。それでええな。あーってなったことある？まあ。え、じゃあ万歩計出てよ、うちのあれで。ちょっと一回やってみて。その地団打踏んでみて、一回。あんまな、人前で踏むことないやろけどな。持っとくから、一回。振りうざい。振りがうざいってな。めっちゃ言われてるやん。振りうざい。めっちゃ言われてるやん。この世代。このいけるなあ、万歩計。無理ダメ。もう彼女はもう二人三脚やりや。じゃあ、ブクロと。な、そっちの方がいいや。万歩計。別にやっても。うん、え、いいの？お、いいんやったら。ただ身長同じぐらいの方がいいのよ。あ、なるほど。そう、そう。え、あなたも二人三脚やりたいの？しない。じゃあ二人三脚にするか。まあ友達同士で対決みたいな感じはいいかもしれんな。あ、うん、じゃあ二人三脚ね。じゃあもう逃げんなよ、絶対に。逃げんなよ。やめたって、絶対にやめたって。愛媛大学でスカウト中の2人、お互い残すは女子1名のみ。授業か今これ。あ、先生ですか。先生、まあ、これ何の授業ですか。今は測量の。測量、測量、これあれですよね、だから道路とかで。あ、そうです。え、これ中ってさ、どうなってんのこれ。
これ覗いていいですか？俺これ一回覗いてみたかって。えどうなってる？これあれ水平をなんかするんですよね。水平がこっちで、おう、こっちは何？こっちは角度、距離とか角度、はい、何これ、どうなってんの？やっぱ俺これちょっと憧れててんな。自転車のホイールのドアップが見える。もうちょいもうちょい、あ、ストップ、あ、もうちょい戻って、で、これで多分合うはず。ちょっと待ってや。あった、あったらこれ何なん？あったら何がいい？これでこの距離感をってこと？そうですね、はい、へー、おもろ、測量、はい、で、誰かマンポケダッシュしてくれへん。マンポケダッシュ、ああ今からあるんですよ。2時半から空いてる人おる？みんなあります、ここは。測量、はい、もう測量ええやん。測量やらなあかんか。そっか、あ、でも彼ちょっとさ、まあ、あの一番この中でさ、あのなんていう、細いやん。何くん？光です。光くん、はい、光くんはなんかスポーツとかやってた？は、あの高校まではずっと水泳してましたけど。お、いいやん。いや、水泳、ちょっと、え、何やってた？バタフライとクロールです、うん、おい、ちょっと見せて、バタフライの手の動きだけ見せて、バタフライの、バタフライの手の動き、うん、あ、いいよ、あ、いいいい、それをもうどんどん早くやってみて、早く、もうラストスパート、よし、決定。だから、この子の場合は足につけて、だからもう地べたで、あの地べたで泳いでくれたらいいよな。いける？この子らがさ、なんか、あの出たがらへんかったからさ、そうです、はい、頼むな、2時半な、体育館絶対逃げんなよ。帰ろうかな。女子が見つからず、森田チーム最後のマンポケ要員はハンデをつけて男子生徒をスカウト。これでチーム5名完成です。こんにちは。どこ行くん？今ご飯食べに。何付き合ってんの？付き合ってんの、まあ、ええー、なぁ。どこで出会った？あ、高校の同級生で。あ、同級生で同じ大学行ってんの？はい、今度、いや、大学が違くて、実は。もう、松山大学？いや、違うんですよ。どこなん？九州大学っていう。福岡なんや。福岡から来てんねや。いや、今さ、こう綱引きをして対戦相手を探してるのよ。ちょっと引っ張ってみてくれ。うん、ちょっといい、はい、俺持つから、あ、はい、よーい、スタート。あー、まあ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 、おー、なんとも言われへんな。ちょっと探しておんねん。でも、え、負けん気は強いですか？負けん気は強い？強い、強い、めっちゃ強い。彼女出てもらっても大丈夫？いい？あ、キャンパスデートを楽しんでいた遠距離カップルをスカウト。これでお互いのチームが完成しました。レディーゴー。お、あ、いいよ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 、よっしゃ、いいよ、いいよ、いいぞ、光る、いや、いいぞ、絶対いらない、早い、早いよ。せーの、1、2、1、2、1、2、仲ええな、あいつら。なんや、息合ってるやん。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。